ファン関類。ステージとのギャップが衝撃的。ナンバー、愛の舞台裏に隠された秘密。昨夜の熱狂的なパフォーマンスを終え、舞台裏のひときそれはまるで別の世界だ。あの躍動感に満ちたステージから、一転して彼らの素顔が見える瞬間。そこにはファンの心をつかむ、全く新しい魅力があった。バックステージフォトが公開された際、ファンたちは大喜びだった。 あの舞台できらめく彼らの姿は、いつもとは違う輝きがあった。しかし、その背後にはどんな物語が隠されているのだろうか。制作チームやスタッフの手によって公開されたフォトからは、ナンバー、アイのメンバーが笑顔で楽しんでいる様子が伺える。一方で、パフォーマンス時のかっこよさとは対照的に、トークや写真では可愛らしい一面も垣間見える。そのギャップこそが、彼らの魅力の一つなのかもしれない。例えば、 あるファンは、パフォーマンスはバチバチにかっこいいのに、トークやお写真の時は可愛くなるナンバー、愛が大好きとコメントしている。このように、彼らがステージ上で見せるクールな一面と、裏側で見せる本んわかした一面が、ファンたちに愛される理由の一つとなっているようだ。さらに、司会者たちの存在も、ファンにとっては大きな安心感を与えているようだ。武藤さんと松下さんの司会は、観客に安心感を与えるだけでなく、ナンバー、 愛自身にも笑顔を引き出している。これは彼らの素顔を見せる場面での重要な要素として挙げられるだろう。そしてファンからのコメントには彼らの魅力に対する感謝と期待が滲み出ている。たくさんのファンが公開されたバックステージフォトを喜び、トバーで何度も見返している。彼らの魅力に引き込まれたファンたちは彼らの次なる活動を交わりているようだ。ナンバー、愛のバックステージフォトが公開されたことで、 彼らの新たな一面がファンに広く知られることとなった。彼らの魅力は、ステージ上だけでなく、舞台裏でも存分に発揮されているようだ。これからも、彼らの活動から目が離せない。舞台裏での彼らの魅力を発見し、新たな一面に触れたファンたち。彼らの魅力は果たしてどこまで広がっていくのだろうか。ファンの期待に応えて、彼らの次なるステージが待ち遠しい。ナンバー、愛のファンとして。 彼らの音楽に魅了されたのは何度目かわからないくらいです。だからこそ、彼らのバックステージの一部を垣間見ることができるのは、まるで贅沢な夢を見ているようでした。写真には、ナンバー、愛のメンバーが笑顔で楽しんでいる様子が映し出されていました。ステージ上で見せるかっこいい姿とは対照的に、バックステージでは彼らの可愛らしい一面が見られます。これは、彼らがステージ上でプロフェッショナルでありながら、 普通の人間であることを示しています。また、番組の司会者である有働さんと松下さんの温かいトークも、番組全体の雰囲気を和ませてくれました。彼らの存在が、ナンバー、愛のパフォーマンスをより楽しいものにしてくれる要素の一つとなっています。バックステージの写真を見ると、彼らのプロ意識や友情が感じられます。ステージでの輝かしい瞬間とは裏腹に、リラックスした表情や打ち解けた様子が映し出されています。 これが彼らの魅力の一部であり、ファンとしてはそのギャップがたまりません。そして、トドーでの見逃し配信を何度も見返す中で、私は彼らの音楽にさらに魅了されていきます。彼らのパフォーマンスに込められた情熱やエネルギーは、画面越しでも鮮明に伝わってきます。その魅力に引き込まれてしまうのは、まるで彼らの音楽が私の心に響いているかのようです。番組の制作チームには、 心から感謝の意を表したいと思います。彼らの努力によって、私たちファンはナンバー、愛の素晴らしいパフォーマンスを堪能することができます。彼らの音楽は、私たちの生活に喜びや感動をもたらしてくれる大切な一部です。そして、最後になりますが、私はまた次回の番組を楽しみにしています。ナンバー、愛の魅力に引き込まれた私としては、彼らの次のパフォーマンスが待ち遠しい限りです。 彼らの音楽が未来にも続いていくことを願ってやみません。さて、あなたはどのような音楽に魅了されますかナンバー、愛のパフォーマンスやバックステージの写真を見て、あなたの心に何が響きましたかぜひ、あなたの感想や思いをシェアしてください。あなたは、ナンバー、愛のバックステージフォトを見て、彼らの新たな一面に驚いたか舞台裏での彼らの魅力について、どのような感想を持っているだろうか 彼らの次なる活動に対する期待は高まっているか舞台裏での彼らの姿を通じて、彼らの魅力を再発見することができたかそれらの問いに答えながら、あなたの思いを共有してみよう。